こちらは、ジョージ・ハリスンモデルになります。さっきの、ジョージ・ハリスントリビュートというモデルがあったんですけども、それの、レギュラー化したモデルになります。で、予価は40万円前後を予定しています。特徴としてはジェットの、形なんですけども、ジョージの、特徴でもありますが、このプラスのネジですとかエンドピンの位置をちょっとずらしてあります。はい、あとは、ラスボットカバーのところにジョージ・ハリスンのサインの入ったモデルになります。限定商品ではなくてレギュラー商品としての発売になります。